フランソワーズ・ダ・ランソンは、アラン・ソン公・コールネと2番目の妻マルグリット・ドロレーヌの長女。バンドをム公、シャルルの妻で、フランス王アンリ4世の父方の祖母である。父・ルネは1492年に死去し、兄・シャルル4世がアラン・ソン・コを継いだが、シャルル4世は1525年に創生した。シャルル4世と、妻・マルグリット・ダングレームとの間には、子供がなく、フランソワーズと、 妹アンヌが男子の耐えたアランソン家の相続人となったが、シャルル4世の称号の多くは未亡人、マルグリットのものとなった。1505年、オルレアンドン家のフランソワ2世と結婚、一男一女を設けたが、フランソワ2世は1513年に死去した。1513年、フランソワーズはブルボン家冒険のバンドを向こうシャルルと再婚した。後に、ブルボン家は、 本流がたいてシャルルが、ブルボンイエイエ長となった。二人の間には十三人の子供が生まれたが、バンドを向こうを継いだ長男アントワーヌは、マルグリット・ダングレームが再婚して儲けた娘である、ナバラ女王ジャンヌ・ダルブレと結婚し、二人の息子は、フランス王アンリ四世として即位した。ロングビル公、フランス王は二世との間に一男一女を設けた。 バンドを向こうシャルルとの間には13詩を設けた。ありがとうございます。